はい、こんにちは、島 TV へようこそ。本日は11月18日日曜日になります。週末にいくらか商品仕入れましたので、そのご紹介になります。さて、まず1番目ですね。 EX9 フィギュアリゼロのレムのボル2ですね。結構人気してますね。今 Amazon の方でホビーランキング16位です。でお値段の方もだいたい総量込み2000円前後っていう形ですね。はい、若干数仕入れております。でボル1がねすごく人気で、まあ、ちょっとコスチュームがまあ1の方がいいっちゃいい人気でしたね。2はまあそれほど人気が出ないですけど、まあおそらくすぐなくなるとは思います。まあ、ぜひお早めにというやつだと思いますね。これからで12月になります。一気に相場が上がったりしますので、本当にお早めにどうぞ。さて、また続きまして、もう美少女系です。これから春菜お出かけモードです。こちらもね、人気してます。まあ、最近 EX9 のフィギュアっていうのは、どこの設定が甘くしても誰も取ってくれないみたいな形になってましたんで、仕入れを各ゲームセンターの抑えてるんだと思います。ですんでちょっと人気になるとすぐゲームセンターから消え、中古相場も高騰するっていう形になりますので、ぜひともお早めに。こちら Amazon のホビーランキングは現在615位で、まあこちらも2000円前後ですね、総量込みですね。本当に見つけられたら早めにゲットされるか、中古屋さんで買われるにしても早めに購入された方がいいかと思います。続きましてですね、ワンピースからグリッター&グラマラスシャイニーヴィーナスのビビですね。こちらシャイニーヴィーナスシリーズっていうのは結構苦戦してるシリーズなんですけれども、今回は人気ですね。造形が他のに比べると一番今回がいいんじゃないかと思います。まあなんやかんやワンピースは強いので、こちらもね、まあ本当若干数の入荷です。こちら若干ですね、さっきほどの西野に比べると値段低くなってますが、おそらくまあここが底値かなっていう気がします。1740円で、ホビーランキングは71位ですので結構人気してますね。ホビーランキングで100番台切るっていうのはなかなかの商品ですので、これも本当にお早めに購入された方が、購入もしくはゲームセンターで見つけたらもう即ゲットという形にされた方がいいと思います。そうですね、まあグランディスタ等に比べると、軽いっちゃ軽いですね。先ほどの2つもそんなに重くはないです。で重心はやっぱり若干下に重心があるかな、そんな感じです。でまあ最後ですが、今回のもうまた孫悟空ですね。はい、出来は、いいです。今度は GT のスーパーサイヤ人4、これで最後だ。10倍カメハメハです。これは結構重量しますね、重たいです。今年はね、GT のフィギュアが結構出ましたね。今まであんまり出てなかったんですけど、でこのシリーズは次またベジータとかいろいろ出てくるみたいなんで、まあ孫悟空はぜひ押さえときたい一品だと思います。でこちらも Amazon で、ね、送料込み2000円前後です。ランキングがホビーランキング167位ですので、こちらも人気商品です。はあ、これも本当に早めに早めで購入された方がいいんじゃないかなと思いますね。まあただですね、まあ、前も言いましたけど悟空のフィギュア出過ぎなんで、そろそろ食所気味になるのかもしれないですけどね。ただもうこれもクリスマスシーズン近づきますんで、まあ、全体的に言えるんですが相場が上がってきます。本当に
ですからね、この11月25日で給料日の方が多いと思うので、そこで一気にあの物がなくなるようなことになると思いますので、あの本当に欲しい商品を見つけたら早め早めの対応がいいんじゃないかと思います。ですから23、24、25ですから、11月末、今週、この週末に買われるのが一番大体商品的には底値になるんじゃないかなと思いますので、オークションの入札率もあの11月後半になるとガッと上がってきますので、本当早め早めの対応ですね。ゲームセンターにしても、まあ、ゲームセンターにしても設定はおそらく悪くなりますね。12月になりますとどうしてもね、書き入れ時なんでそうなると思いますので、ぜひ本当に早め早めの対応をよろしくお願いします。まあ以上 だいたいそんな感じです。非常に人気の商品ですので、早め早めの対応ということで、今回の商品につきましてはオークションの URL を貼っておきます。また当方で運営しているネットショップでも購入は何点か置いてますので可能です。電脳エルゼ2号館で検索してみてください。 Amazon、Yahoo ショッピング、全マーケットで購入可能です。以上、もしこの動画がよろしければ高評価拡散をお願いします。そしてまだチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。以上、しまTVの動画をお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。